eLISP JP 振り返りの35回目になります。今回は、シンボル関数関節参照というセクションからになります。で、今回の動画で、この エバリエーション評価というチャプターを、終わらせたいなと思います。で、この評価というチャプターを終わらせて、いよいよ、実際にプログラムを、LISP のプログラムを書くのに、どうすればいいのかという内容に、入っていきますと。おそらく、この4つの制御構造、変数、関数、マクロ。この4つが、おそらく、プログラムの書き方について書いてあるチャプターだと思うので、次の動画からは、この内容に、入っていくと。入っていきたいので、今回でこの評価というチャプターは終わらせておきたいと。そのように考えています。で、では、このセクションに、入っていきます。リストの第一要素がシンボルならば、評価においては、そのシンボルの関数セルを検査し、その中身を元のシンボルの代わりに使用します。その中身が他のシンボルならば、このシンボル関数関節参照と呼ぶ処理を非シンボルを得るまで繰り返します。シンボルの関数セルに格納された関数の名前として、そのシンボルを使うことについてのこれ以上の話は、関数の命名というセクションを参照。ここは何を言ってるのかというと、リストというのは、第一要素が、普通は、ファンクションであるというふうに、LISP インタープリターは解釈します。で、その第一要素のシンボルを見て、ラムダでなければ、さらにそのシンボル
の関数セルを参照しますと。で、ラムダ式が参照されたらそれを実行します。関数として実行します。で、そういう動きをします。まあ、ここではそういうことを書いているということになります。で、この処理の結果として無限ループになることもあります。それはシンボルの関数セルが同じシンボルを参照しているときに起こります。あるいはシンボルがボイドな関数セルを持ち、そのためにサブルーチン、シンボルファンクションがボイドファンクションエラーを通知するかもしれません。このいずれも起こらない場合は、最終的には非シンボルを得ます。その非シンボルは関数または他の適当なオブジェクトになっているはずです。まあ、実際は、まあ、これ非シンボルと書いてありますが、まあ、関数はリストなので、まあ、おそらく、コンスセルオブジェクトを見出すと思います。で、そのコンスセルオブジェクトのカーがラムダの場合は、それはファンクションである。いうことでそれを実行する。まあ、実行するというのは、まあ、このバージョンでは、そのリストの3つ目の要素から順番に評価を開始すると。式の評価を開始するということになります。もっと正確に書くと、リスプ関数、バイトコード関数、プリミティブ関数、リスプマクロ、特殊形式、オートロードオブジェクトのいずれかになっていないとおかしいでしょう。これらの型のそれぞれは以下のどれかの説で、説明します。オブジェクトがこれらの型のいずれでもない場合、インバリッドファンクションエラーが通知されます。以下の例は、シンボル間接参照処理を図解しています。F セットを使って、シンボルの関数セルを設定し、シンボルファンクションで、先の関数セルの内容を取り出しています。具体的には、シンボルカーを、ファーストの関数セルに格納し、シンボルファーストを、は
らす手と読んでいいんですかね。これの関数セルに格納しています。で、今説明したことを、ここでやっています。で、要するに、こういうふうな式を評価する場合にこのシンボルの関数セルが、関数オブジェクトであればそれを実行します。これを引数にして実行します。そうでなければ、そうでなくてシンボルだった場合はさらにそのシンボルの関数セルを参照します。要するに再帰的にそういう参照をしているということです。対照的に次の例では関数をシンボル関数関節参照なしで呼び出しています。というのも最初の要素が匿名リスプ関数でありシンボルではないからです。この式というのはこの部分が関数ですと。この部分が関数で、これが引数として評価されます。なので、これとこれを見比べれば、そうなるってことがわかるんではないかなと思います。この関数自身の実行がこの本体を評価します。これには、エラステを呼び出す時のシンボル関数関節参照が伴います。組み込み関数インディレクトファンクションは明示的に関数のシンボル関数関節参照を簡単に行う方法を提供しています。で、インディレクトファンクションという関数。ここに、その関数の中身が書いてありますが、この関数は C で書かれているようです。
まあ、この関数を見ると、まあ、大体何をやってるかはわかると思いますが、ホワイルで、まあ、繰り返してますと。で、繰り返す条件は、シンボル P。この渡された引数がシンボルで、かつ、ニルでない場合、繰り返します。で、繰り返しの中で、シンボルの、まあ、これおそらくファンクションセルだと思いますが、それを、参照して再設定しています。で、このオブジェクトがシンボルでなくなるか、あるいはニルになったらリターンします。で、まあおそらくニルが返った場合は、ボイドファンクションエラーになるのかなと思います。次は関数形式の評価というセクションになります。評価しているリストの第一要素がリスプ関数オブジェクトの場合、バイトコードオブジェクトの場合、あるいはプリミティブ関数オブジェクトの場合は、そのリストは関数呼び出しです。例えばこれは関数プラスの呼び出しです。関数呼び出しを評価する第一手順は、残りのリスト要素を左から右へ評価することです。結果は実引数の値であり、一つの値がリスト要素の一つに対応します。次の手順は、この引数のリストを持って関数を呼び出すことで、事実上関数アプライを使用します。この関数がリスプで書かれていたならば、実引数で関数の仮引数をバインドします。その後、関数本体内の関数本体内のフォームが順序通りに評価され、最後の本体フォームが関数呼び出しの値になります。これは関数の評価の仕方はこうだということが書かれています。まあただ、制御構造とか関数のチャプターをやる前にこれを読んでも、まあ、
プログラムを書いたことがない人にとっては、まあ、よくわからないかもしれません。次はリスプマクロの評価になります。評価中のリストの第一要素がマクロオブジェクトならば、リストはマクロ呼び出しです。マクロ呼び出しが評価されると、リストの残りの要素は、はじめは評価されません。代わりに、これら要素自身が、マクロの引数として使われます。マクロ定義は、マクロの展開と呼ばれる置換形式を計算し、これが元のフォームの代わりに評価されます。展開はあらゆる種類のフォームとなり得ます。自己評価型定数、シンボル、リストです。展開自身がマクロ呼び出しならば、この展開処理を他の種類のフォームが結果となるまで繰り返します。マクロ呼び出しの評価は、普通はその展開を評価することで終了します。しかし、マクロ展開をすぐに評価する必要はありませんし、全く評価しなくても構いません。なぜなら、他のプログラムも同じようにマクロ呼び出しを展開し、それらもその展開を評価することもしないこともあるからです。まあ、何を言ってるのか全然わかりませんが、次に行きます。普通引数に現れる式は、マクロ展開の計算の一部としては評価されず、代わりにその展開の一部として現れ、その結果それらはその展開を計算するときに計算されます。最後に書いてあるんですが、この辺のことはマクロのチャプターに行かないと何を言ってるのか意味がわからないと思います。ただまあ簡単に言えば、マクロを呼び出すと、まずマクロの定義に従って、式を展開します。展開した後に、それをリスプの式として評価すると。まあ、そういうことを、まあ、文章で説明すると、こうなってしまうかなと思います。例えば次のようにマクロを定義します。
カダーというのは、カダーというのはリスプ関数ですね。マクロではありません。まあ、なので、ここではマクロで定義するとこうなるということが書かれています。で、このような式はマクロ呼び出しで、その展開はこうなりますと。こういうふうに展開されます。まあ、要するに、この部分がここに入ります。引数、これが展開の中に現れていることに注意しましょう。まあ、要するにこのマクロ定義にとっては、この内容が X という名前の引数で、このリストに渡されると、まあ、その結果このように展開されます。で、このように展開された後、これを実行する、評価するということになります。次は特殊形式になります。特殊形式とは、その引数のすべてが評価されないように設計された関数です。特殊形式のほとんどが制御構造を定義したり、変数のバインド、関数がやれないことを行います。特殊形式のそれぞれが固有の規則を持っていて、どの引数を評価し、どの引数は評価しないで使うかを決めます。特定の引数が評価されるか否かが、他の引数を評価した結果に依存することもあり得ます。あります。で、下に、まあ、それぞれの参照が出ています。で、このコモンリスプ注意書きは、以前読んだ覚えがあるんですが、まあ、コモンリスプと Emacs リスプでは、どれが特殊形式で、どれがマクロで、といったのが、まあ、多少違いますよ、ということが書かれていると、思えばいいと思います。
で、次が、自動ロード、オートロードになります。自動ロード機能によって、まだ Emax にその定義がロードされていないような関数やマクロを呼び出すことができます。これによって、どのファイルがその定義を含むかを指定します。自動ロードオブジェクトがシンボルの関数定義として現れたとき、そのシンボルを関数として呼び出すことで、自動的に指定されたファイルがロードされます。その後、ファイルからロードされた実際の定義を呼び出します。これは、オートロードという、ローディングのチャプターにあるセクションで、説明されています。次がクォートするというセクションになります。特殊形式クォートは、一つの引数を書かれた通り評価せずに返します。これによって定数シンボルやリストなど自己評価型ではないオブジェクトをプログラムに含める手段が用意されています。自己評価型オブジェクトをクォートする必要はありません。で、クォートという、スペシャルフォームの説明ですが、これだけ。要するに、渡されたオブジェクトを評価せずに返します。で、クォートはしょっちゅうプログラムで使われるので、LISP はそれを便利にするリード構文を用意しています。アポストロフィー文字に続く一つの LISP オブジェクトは、第一要素がクォートで、二番目の要素が先のオブジェクトというリストに展開されます。したがってリード構文、シングルクォート X は、クォート X の省略形です。実行例がいくつかありますが、同じものが返されるだけということです。で、
まあこのことがなぜ一つのセクションを設けて説明されているかというのは、まあ次のチャプター以降の、まあ、実際の、まあ、リスププログラムの書き方の中でだんだん分かってくるんじゃないかなと思いますが、まあ、リスプは、リストを評価するときに、まあ、さっきも言いましたけど、最初の要素をファンクションと思って評価します。なので、そういう評価をされたくない場合は、クォートするしかありません。まあ、そういう意味で、しょっちゅうプログラムで使われるということになります。で、その他のクォートを行う構文要素には、リスプで書かれた匿名ラムダ式がコンパイルされるようになるファンクション、他の部分の計算や置換をする間、リストの一部だけをクォートするために使用するバッククォートがあります。まあ、リストの一部をクォートすると書いてありますが、このバッククォートで、まあ、リストを作成することもできます。まあ、これも一つのマクロ展開なんですが、バッククォートを使うと、こういったリスト作成ができます。まあ、なので、これを、評価すると、まあ、この計算結果が6になります。まあ、バックコートというのはこういうことをするためのものです。これで、まあ、最初に言ったように、まあ、リスプ式の評価方法についてのチャプターが終わりました。で、次回からは、制御構造、条件、ループ、
支局所脱出。まあ、そういった制御構造の、ことが書かれているチャプターに入ります。で、まあ、おそらくこういったマニュアルを、まあ、リスプのプログラムを書きたいと思う人がこういうマニュアルを見たときに、おそらく最初に心当たりを読むと思います。ただ、マニュアルの書き方は、それよりも手前に、まあ、プログラムを書く前に読んでも理解できないようなことがいろいろ書かれています。で、まあ、それはどういうことなのかというと、まあ、単純に言えば、これを書いた人は、まあ、ほぼリスプのことが全て分かっている人なので、こういう順番で説明しないと、まあ、都合が悪い。あるいは、この部分の記述をするにあたって前提にしたい内容がここにある。まあ、そういうことから、まあ、普通は、プログラムを書きたければここから先に読むはずなのに、目次の順番はそうなっていないと。まあ、要するに書く人と読む人では考えが違うということです。で、まあ、なので次回からこの制御構造のチャプターに入っていきます。eLispJP 振り返りの35回目はここまでにします。